3月15日金曜日の午前中市内すべて16の小学校で卒業証書授与式が行われました私は東奈良市の小学校に参列させていただきました会場である体育館には飛べ若鳥といつも大きく掲示されている中で中学校へと羽ばたく門出に私からは若鳥が飛び立つ方向は常に向かい風であること 課題を乗り越え上昇してほしいと言葉を送りましたこの日卒業生の多くがネクタイや和服を装着して参列していました普段着慣れていない服だとは思いますが見事に着こなしていたのが印象的でしたご卒業の皆さんご家族の皆さんそして教職員の皆さんはじめ関係者すべての皆さん誠におめでとうございますとべ若鳥。